ビデュータ・デラ・ロトンダ・デル、ブルネレ・ス・キカルロ・カッラは、イタリア未来派及び刑事上絵画の画家、イタリアのクアルニエンと生まれ、カルラ表記も存在する。1904年、ミラノのブレラ美術アカデミーに入学し、チェザーレ・タローネに学んだ。1910年、ウンベルト傍聴に、ジャコモ・バンラ、ルイジルス・ソロ、ジーのセベリーニと共に、未来派絵画技術宣言に署名。その後、 未来派を離れ、プリミティブ絵画を描く。1916年、ジョルジョ・デキリコと接して、刑事上絵画を描くようになる。後、刑事上絵画というアイデアをめぐって、デキリコと対立することとなる。1919年、造形的価値のグループに参加。1920年代には、ルネサンス絵画のジョットに学び古典的な具象に回帰した。なお、カンラのレゾネを見ると、 1> 第1巻の終わりから第2巻、第3巻にかけては全て古典的な作品であり、古典的な作品が大半であることがわかる。ありがとうございます。